お待ちどうさま、米中の狭間どうする日本、今日は始まった東京オリンピックについていろいろ議論したいと思います。まあ、その他国安法1年の香港、この辺の話も十分にやっていきたいと思います。お待たせしました。サンフランシスコの大勝さん、香港の奥田さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、まあ東京はですね、バタバタしたんですけども、オリンピックが始まって、まあ、そうなるとやっぱりなんとなく人々の関心は五輪一色みたいな感じになりました。まあ、これがですね、世界でどう見られてるのかなっていうのは、いろいろ心配なところもあるんですが、さて皆さん、日本のことをアメリカや中国ではどんな風に見て論じられてるのか、まあ、今日はその辺を軸に始めていきたいと思います。それじゃあ小笠さんからどうですか。こちらですね、やっぱりアメリカはオリンピックに自体にはもともと結構関心があるので、そういう意味でアメリカの NBC ですね、そこが巨額の放映権を支払って放映していると。それが IOC オリンピック委員会にとっては、まあ、最大の収入源であって、だからアメリカの意向がすごく強いわけですよね。それはもう非常に明確にはっきりしていることであって、そういう中で、まあ、なぜ NBC がそれだけお金を払うかというと、やっぱりアメリカ人の関心が高くてですね、それで広告収入が見込めるということがあるんで、まあ、それだけ大きいビジネスになってるわけですよね。そうですね、確かね、オリンピックの開会式で最後が主催国の日本がこう入場してくるんですけども、やっぱりアメリカは IAO 順でやるのが前の方なんだけど、前だとすぐ出ちゃうから、やっぱり引っ張ってもうフランスとアメリカを一番最後にしたっていうね、そんなようなこともやっぱりアメリカのテレビに配慮したみたいですね。そうですね、こっちでは開会式ですね、朝7時とかそれぐらいの時間にやってたんですよね、東海岸だと。そうかそうか、だからまあそこで、まあ、放映してましたけど、また夜にもプライムタイムに NBC が放映するっていうようなこともやってたんですけれども、ただ今回はですね、視聴者数が、まあ、暫定的な数字ですけど、今報道で出てきてるのは1700万人ぐらいだったと、アメリカでです。で、これは過去33年で最低なんだそうです。最低ですか。最低ですね、はい。でちなみにですね、リオの時は2650万人ぐらい、うんうん、その前のロンドンの時は4000万人ぐらい。それ随分そうなると低いね。そう、1670万人で、あとはストリーミングなんかも入れると1700万人って言われてるんですけれども、まあ、これかなり少ないですよね。で、じゃあ他のメディアの報道ぶりはどうかっていうと、これ、まあ、ニューヨークタイムズですけれども、うんうんうん、でもう開会式ですか、それは。それ開会式ですね、うん、でやっぱりウォール・ストリート・ジャーナルもこういう形で開会式はなるほど、で報じてるんですけれども、まあ、ニューヨークタイムズのこの見出しが非常に象徴的で、うん、やっと始まったと、ついに開会したと。だけれども暗い雰囲気でファンもいなかったと、観客がね、観客もいなかったというような感じで、うん、まあ、これが結構象徴的かなという感じですね、うん、まあ、こちら暗い雰囲気ですか、やっぱりね、うん、やっぱり NBC なんかは、うん、最後のドローンのとかやってましたけれども、うんうん、まあそうは言ってもね、やっぱりこちらで見てても、まあ、すごく、ね、観客がいない中なので盛り上がってる感じはしなかったですし、まあ、そういったものも視聴者数にも結構影響してるのかなという感じはしますね、うん、だから、まあ、こちらの報じられ方は、まあ、やっと1年延期されて始まったと、だけれども、うん、やっぱり観客がいなくて、それはコロナを今象徴してると、うん、でその時に東京は緊急事態宣言下にあって、ああやっぱりね、それは書かれてるわけですね。そうそう、感染者数が1日2000人とかで、過去数ヶ月でまた6ヶ月ぶりの数字みたいな感じで書かれてましたね。だからオリンピック始まったけれども、コロナ関係がいないってことで、コロナの東京であると、で今東京は結構大変な状態であるという感じで報道されているのがこちらの感じですね。ただ、まあ、最後の聖火ランナーで大阪直美、そうそう、うん、大阪直美さんが、うん、これ大阪直美さんのヨーロッパですけど、ね、点火式のところはやっぱりこちらでも関心があって、そこは報じられてましたね、うん、なるほどね、はい、っていうのがこちらなんです。はい、奥寺さん、はい、香港、中国はどうでしょうか。はい、まあ、もちろん日本ほどではないんですけれども、例えば香港で言いますと、
5月の末でしたかね、香港政府が初めて、東京オリンピックの放映権を、まあ、買い取ったんですね。こちらの5つの民放放送局に、その放映権を配布して、まあ、無料で放映してもらうと、まあ、そういうやり方。政府が買い取ったんですか。そうなんです。政府が放映権を買った。どういうことなんですか。いや、実際のところやはりね、香港かなり厳しくコロナの制限をしているんですけれども、そういった意味ではね、まあ、本当狭いこの香港からみんな出られないんですよね。なるほど。で本当ちょっとした小さなイベントがあるとすぐにもう人が集まって満席になるぐらい、うんうん、ちょっと結構娯楽が少ないというのもあってですね、うん、よく言われているのはやっぱオリンピックなどもね、放映権買い取って、まあ、自宅でテレビで見てみんなで楽しんでくださいというような、うん、まあ、そういう配慮があったんじゃないかというふうに言われていますね。まあ、初めて買い取ったということが、うん、実際開会式の日もですね、香港のテレビ局でも中継をしてました。広東語でですけどね、はい、中継してました。ただ、まあ、選手団はそんな多くないので、香港の選手の競技をすべて放映するんだそうです、香港ではですね。まあ、そのために買い取ったそうですけど。なるほどね。やっぱり広東語で放映するってとこが面白いですね。広東語ですね、うんうん、で一方中国では、まあね、来年年明けたら、うん、冬季オリンピックが北京であります。そういった意味では、うん、まあ、オリンピック自体への関心はまあ比較的高い。そして、まあ、それに反対する世論というのは基本的に、あんま抑えられているというかあんまないので、まあ、中国政府側も、まあ、今回の東京オリンピックと来年の北京の冬季オリンピックは協力してやりましょうという、まあ、そういうスタンスですからね。で、まあ、普通の人の関心も、まあ、そこそこで、先ほども見たんですけれども、開幕式の、うん、皆さんどう感じましたかというようなホットトピックスが、まあ、今日の朝の段階で9100万、うん、一番数が多かった9100万、なるほど、9100万人が、うん、まあ、それを見ていて、うん、もう一つはスレッドっていうやつですね。ウェイボーっていうところで、うん、まあ、トピックが立ってるんですけど、うん、東京オリンピックっていうのが立ってる、項目が立ってるわけですか。それ立ってるんですね、うん、でそれを見た人が87億回、87億回見られてるっていう、で890万の人がそこでみんなで議論してるっていう、だからやはり、まあ、それなりにですね、やっぱり関心はある、うん、しかも中国は金メダルもね、メダルも今のところ多いですから、うん、まあ、そこそこ関心はあるということでしょうね。なるほどね。あとどうでしょうか、先ほどですね、尾形さんがアメリカの方でやっぱり日本は緊急事態の中でやって、あ、やっぱりコロナが1日2000出てんだみたいなことが話題になってるって言いますが、中国ではやっぱり日本のコロナに対しての防疫体制とかですね、その辺はなんかいろいろ関心はあるんですかね。あ、まあ、やっぱそれはね、関心というよりも、うん、なんでオリンピックやるのに、こんなにコロナが出ているんだという、ね、それが抑えつけられないんだというのが非常に不思議がってましたね、私の中国の。なるほど。何度もね、これまでのこの番組で申し上げましたけども、うん、まあ、中国は基本的にゼロコロナなんですね。うん、出たらそれを徹底的にその地域の全員検査をして、まあ、ゼロにするという作業をずっとやってるわけです。まあ、それぐらい厳しいやり方をして、まあ、来年の北京オリンピックも当然ゼロコロナの中でやっていくっていうのが、まあ、国としては当たり前のように思ってる中で、なるほど、まあ、日本では緊急事態宣言を出してオリンピックをするっていう、大丈夫なのみたいなのはもうずっと言われてました。なるほど。おい、日本って何やってんだみたいな感じですかね。そうですね。うんうん、非常に中途半端に見えたんでしょうね。やることについては、まあ、多くの人は、うん、賛成してたと思いますね、中国では。うん、というのは、やはり来年も中国やるわけですから、やっぱり日本からもサポートしてほしいですし、うん、まあ、まず中国も国内が、まあ、コロナが抑えられているので、まあ、抑えることができるというか、抑えたらイベントを開けるんだというのが、まあ、彼らの基本的なコンセンサスとしてある。うん、ただそこで、まあ、抑えきれてない日本っていうのがちょっと不思議に感じてるっていうふうに見えるんでしょうかね。尾形さんどうでしょうか。日本がね、この緊急事態の中で、まあ、ともかく中央突破でもって開催にこぎつけたと、この辺はアメリカではどんなふうに見られてるんでしょうかね。いや、アメリカではやっぱり多くの人が日本では反対していると、そういう中でのオリンピックだっていうのはすごく報じられてはいますよね。なので、うん、であとアメリカではまあかなり、まあ、今少しまだコロナ増えてきてますけれども、
ワクチンが、ね、まあ、だいぶ行き渡ってですね、それによってかなりコロナの新規感染者が減っているの で、ね、例えば大谷選手が出てる、あの野球の試合なんかもフルの観客でやってるわけですよね、うん、その中からするとアメリカの中だともうスポーツは普通にできるのが当たり前みたいになってきてる中で、ね、日本であのオリンピックの開会式っていう、まあ、4年に一度の大きなイベントの時に観客がいないっていうのはやっぱりコロナまだ大変なんだなという感じがアメリカでは強いですよね。なるほどね。で、私が開会式見ていて非常に印象的だったのはやっぱりコマーシャルがすごくたくさん NBC が入っていてですね、入場行進の時に入ってるんですよね。例えばちょっとこれ光っちゃって見えないと思うんですけど、うん、これ見てた時の、これは、うん、あ、トヨタって出てますね。はい、うん、あのでラオスの行進の時にトヨタのコマーシャルが、なるほど、だから一種行進がワイプみたいになっていて、そこで大きく、うん、あの大手の広告主のコマーシャルがどんどんやっていくと。なるほど。また大画面に戻ったりするんですけれども、ね、更新そっちのけで、入場更新そっちのけで、まあ、大手広告主のオリンピックに備えた、オリンピックのための広告がどんどん流れていて、まあ、まさにだからこれだけ NBC もやりたかったし、IOC もやりたという感じが非常に象徴的に感じられました。やっぱりこちらで広告が多いのは、まあ、やっぱりかなり大手の広告主ですよね。トヨタ自動車であり、まあ、日産なんかも結構やってますし、あとはウーバーとかですね、サムスンとかですね、韓国の。そういうところがあのかなり広告を打っているので、そこは非常に企業スポンサーのための広告イベントっていう感じはすごく受けましたね。それが確かにそういう広告を見てると、あのオリンピックの IOC や JOC の、まあ、言ってみればスポンサー、オフィシャルスポンサーになるっていうことの、まあ、メリットっていうのは広告の分じゃ相当あるっていう感じですよね。そうですね。今見るとこの画面の半分、日本だったら画面を飛ばして広告が入るんだけど、アメリカじゃ画面流しながら横に広告が入るんですか？いや、だから広告に入る時もあるんですよ。ただ広告に入る時もあるんですけど、こうやって流しながら広告を流したりもしてるっていうことです。なるほどね。はい。やっぱりそれだけオリンピックみんな見てくれるんだったら、大スポンサーがオリンピックに参上企業になって、どんどんそう広告枠を取っていこうっていうのは、まあ、ある意味で理にかなってるって理にかなってるわけですね。NBC は今回過去最高の7000時間のカバレージを放映するということを言っていて、うん、で、広告収入は過去のオリンピックで最高になるんじゃないかと。最も収益が出るオリンピックに自分たちにとってなると。いうようなことを言ってるので、NBC2032 年までに、確か日本円で言うと7000億円から8000億円、8000億円近いお金を2032年までかけて払ってるわけですよね。放映権としてね、うん、で。今回の広告収入は、だいたいその今、日本円で言うと1300億円とか、300億円とか1400億円ぐらいになるんじゃないかと。12ビリオンっていうことを彼らは言ってるので、あ、いや、1.2 ビリオンですね。1.2 ビリオンということを言ってるので、12億ドルっていう感じなので、だからこそやっぱりやりたかった。で、その放映権料が やはり欲しいから IOC もとにかくやるという線を譲らずに、やっぱり日本だと、で、日本の菅政権はやっぱりオリンピックをやらないと政治的にかなり苦しい立場になるからやるんだということをアメリカでもあのかなり報じられていたので、まあ、全体的に言うとそういう商業主義の面と菅政権のあの政治的な苦境をオリンピックで打開したいというのと、それがまあある意味で方向が一致してですねやってると。だけど一般の人たちは全然あの支持してないし、むしろ反対している人がすごく多いと、まあそういうことがやっぱりこちらで報じられていますね。小川さん、中国では日本のオリンピックどういうふうなあの政治的側面というか、そういう形で報じられてますか？政治的側面、あの、うん、中国ではですか、ね、え、例えば 菅政権と、東京オリンピックなんていう話はやっぱり出てこないですか、中国では。まあ、中国からするとあの、まあ、公式コメントで、菅政権とっていうような、まあ、結びつけ方っていうのはされてないですけれども、やはりあのどういう状況でも、まあ、オリンピックはやるんだと、まあ、菅政権はにとってはオリンピックを中止するっていうのはそもそもないんだねっていうのは、うん、まあ、中国の見られて、ただ一方で、菅政権がいつまで、
やるんだっていうのはね、やっぱり関心はあるんですよね。というのは、まあ、中国に対する政策がまだはっきりしない。でこのまま続くのか、続かないのかね、新しい人に変わるのか、まあ、その辺が今年の秋には、まあ、日本の政治も動くというふうに見てますから、当然、まあ、菅さんからするとオリンピックというのは、まあ、当然政権を浮揚するというか、それをやらないと、まあ、非常に大変なことになると思われているんでしょうけど、中国からすると、まあ、そういった側面というよりも菅政権は、まあ、これから先まだ続けるのかどうか、まあ、その辺の方が関心高いんじゃないでしょうか。なるほどね。奥寺さん、一つ今の関連で興味あるんですけれども、はい、例えば菅政権の支持率が3割ぐらいになったとか、世論調査によっては3割切ってるとか、それによって政権が不安定になってるとか、支持がね、関心や支持を失ってきてるみたいな話っていうのは中国では報じられるんでしょうかっていうのを。報じられます。はい。やはりね、やっぱ前回の安倍さんとの比較で、まあ、我々もよく話を聞くことが多いんですけれど、やはり安倍政権は非常にやっぱり強い政権だっていうのは、今でも話してて、まあ、安倍政権と比べて、今の菅政権、本当大丈夫なのっていうか、まあ、本当、存在感ないねっていうのね、やっぱりそういう、香港でも中国でも、やっぱそういうふうな話にどうしてもなっちゃいますね。それは、安倍政権が中国との関係を、ある程度こう正常化しようかという方向に向かってたということで、中国は安倍政権を、まあ、信頼っていうか、頼りに、なんとかもうちょっと持ってもらおうというふうに思ってたということですか。まあ、そういう側面もありますけれども、うん、やはり日本にしてみれば非常に珍しい強い政権だったっていうところは、この皆さん言っています。うん、やはり強い政権に対して、まあ、強い政権と交渉すれば、当然中国の政策というのも、ね、はっきりするというかですね、うん、まあ、はっきり力の持ってない政権と、まあ、交渉しても意味ないというふうに思ってますし、やっぱり国際社会とやり取りする上で、やっぱ安倍さんは、まあ、前回のトランプ前大統領との関係も当然あれば、ヨーロッパでも、まあ、知られていると、そういった意味ではやはり軽視できない存在というのは当然見ていました。だからそういった意味でやっぱり安倍さんはやはり今でも、いや強かったねってみんな言うんですけれど、やっぱりそれと比較されて菅政権の存在感がほとんどないというふうに見ている、そういう人が多い、そういう言い方する人が多くて、そういう言い方する人が多いっていうのはメディアでそういうふうに報じられてるってことですか。例えば我々が取材先と話をするとか、まあ、そういった時によく聞かれるのは菅政権、特に中国に対して何がしたいの、対中政策っていうのはどうなってんのっていう、まあ、その辺が、まあ、彼らの関心なわけですけれども、まあ、そこがまずはっきりしない上に、でそもそもこの菅政権、存在感も薄いし、で秋以降も首相やるのかどうか、できるのかどうか、やっぱりそういう日本の政治をですね、まあ、ちゃんとこれから先やっていける人なのかどうかっていうのを関心があるってことですね。それは中国の国営メディアでそういう、まあ、菅政権に対する支持率が落ちていて、そういう中でそれを挽回しようとしてオリンピックをやろうとしていると、まあ、いわゆるアメリカみたいな報道があるのかっていうのは、ね、非常にそこオリンピックと結びつけて、ということは、それについてはまあ客観的に日本の世論調査っていうのも、まあ、国営テレビでバンバンやってたのはちょっと私も見たことないですけれど、ただ普通のニュースなどではそういったのは普通に報じられますので、国内での世論調査っていうのはもちろんできないですけど、政権の支持率なんてそのものは中国では出せないですけれど、それは疑問なんですよね。中国は海外のことはもうそれは自由にやるんですか。やりますよね、もちろん。トランプの支持率だとか、前大統領の支持率だとか、まあ、日本の菅政権にしろ安倍政権にしろ、もう支持率が上がった下がったっていうのはもう一挙手一投ずっとやってますよ。そう、もちろんもちろん自分たちと切り離して切り離してもちろんです。で選挙報道ももうすごくやりますし、自分たちの国では、ね、リーダーを選ぶ選挙はないにもかかわらず、そこ外の国の選挙はもちろん普通に報道します。小川さん、その今ね、中国では結構安倍政権を、まあ、大きな存在として意識して、菅政権のこう育成を案じてるということがありましたけど、アメリカはどうなんでしょうか、その辺は。アメリカから見てということで、そこは、まあ、菅政権のですね、やっぱり政治的にかなり苦境にあるというのは、やっぱり報じられてますよね。だから政治的にね、どこの意味でやったか、ね、やらなければかなり、
打撃が大きいと菅政権にとってオリンピックをですね、だからやろうとしていると。それは大きな世論の反対にもかかわらずという感じなので、そういう意味では、まあ、中国のようにですね、その存在感があまりないねとかそういう感じの報道ではないですけれども、ただ単にというわけでもないですけれども、まあ、普通に見て支持率が落ちてるし、そこは政権基盤がどんどん弱くなっていると、そういう分析は出てます、ね、これは日本と同じだと思いますね、日本の中の方の方。バイデン政権はその辺の菅政権というのはどんなふうにこう背踏みしてるんでしょうかね。まあ、そこはやっぱりクールに見てると思いますよね。ただとはいえ日本の政権ではあるので、それを、ね、中国のように一種揶揄するような形で攻撃することはあまりないので、やっぱり二国間交渉の席ではそれによってかなり長期的な話をするかしないかっていうのは影響が出てくると思いますけれども、それが、ね、中国は割と少し冷ややかにも見てるわけですよね。そういう受け止め方とはまた違うと思いますね。東京オリンピックにはバイデンさんの奥さんのジルさんが派遣されましたよね。あれなんかバタバタはっきり決まるまでずいぶん時間かかりましたけども、あれはどんなような舞台裏があったんでしょうか。すみません、そこまで私も舞台裏まで取材はできてないですけれども、こちらでの報じられ方はやはり、まあ、ジル夫人が行くと、彼女有名な人でもあるので、取っていてですね、で、人気もある人なので、まあ、バイデン大統領本人は行かないけれども、ジルさんを送るっていうことで、それは同盟国である日本に対する、やっぱりアメリカの重視を表すと。で、まあ、今回、まあ、主に行った人で、各国の要人で言うと、まあ、大統領夫人のジルさんが行って、あとはマクロン大統領がフランスから行ったというようなことはやっぱりこちらでも報じられているので、そこは重視の表れとして必要だったし、ただ最後までね、きちんと状況を判断するってことを言っていて、最後の最後までなかなか決まらなかったですよね。その点にはやっぱりね、バイデン政権やっぱり科学的なアプローチで結論を出すべきだってずっと言ってたので、オリンピックに対してはですね、その点についてはずっとこの間日米首脳会談からありましたけれども、やや少し距離を置いた姿勢っていうのはあったと思います。ただ最後はジル夫人を送ったということですね。それも慎重になりながらも最後は送ったと、そこはやっぱり日米関係の重要性を考えて送ったということだと思います、うん、さて話を中国に戻したいんですけども、奥寺さんは、まあ、今日も香港ですけども、香港が、まあ、随分変わっちゃいましたね。それでついこの間まではもう香港の騒動とリンゴ日報が閉鎖されていく、まあ、ある意味で民主派の弾圧みたいなところが相当世界的な関心になってました。今の香港、どんな感じで、まあ、しょうか。この間朝日新聞に、奥田さん、国安法1年という印象的な記事を書いておりましたけど、ちょっと今の香港、説明していただけないでしょうか。はい。そうですね、先日、記者解説というところでですね、まあ、朝日新聞のオピニオン欄で、書いたことでもあるんですけれども、今の香港には2つの側面、2つの顔があるんですよね。で、これまでやはり日本でもクローズアップされてきた、まあ、自由が失われて民主が毀損された、まあ、リンゴ日報が閉鎖に追い込まれたりとかですね、民主派が逮捕されたりだとか、まあ、そういったのは皆さん日本でよく見るんだと思いますけれども、まあ、これは事実です。一方でですね、例えばここの香港、例えば街を歩いていて、警官の数が増えたとか、やはり警察の、存在感がすごく高まって、取り締まりも強くなったっていうのはあるんですけれど、一方でやはり、まあ、デモは今行われていないですし、じゃあ企業が撤退したかというとですね、実は撤退してないわけですよ。しない。してないです。ですからパッと見た感じではですね、まあ、平和に見えるんですね。で、なぜかっていうと、で、経済も実は不動産市況も実は悪くない、ホテルとかね、そういった旅行業は人がいないですから、まあ、そこはもう非常に厳しいんですけれども、例えば、将来の投資、先日も、まあ、コーズウェイベイという非常にこの商業の中心のところにですね、まあ、大きな運動場跡地があるんですけれども、そこでの競売があったわけですが、まあ、要するに市場価格をはるかに上回る価格落札されたと。で、6社が、まあ、大手の、ね、ディベロッパーが、まあ、こぞってそこに、まあ、
と筆頭してですね、みんなそこを落としたい。でなぜかというと、将来の、まあ、中国からの投資、中国から人が来るだろうし、金が来るだろうし、まあ、そういった見通しがやはり、香港は明るいというふうに見ている人が多い。そこはなぜ、何を表しているかというとですね、政治は不自由で、民主的ではなくなったけれども、経済は、まあ、お金儲けするという意味ではですね、まあ、あまり変わらないだろうと。要は政治にさえ口出しをしなければ、まあ、経済はどうぞ自由にお金儲けしてくださいっていうのを、まあ、政府は言うだろうということです。やはり、ここでビジネスをしている人たちは、まあ、政治をしに来ているわけじゃないので、そういった意味ではですね、まあ、中国で、ビジネスをするために、で中国でビジネスをするためには香港というのは非常に重要な拠点で、まあ、ここで通じて投資をしていくわけですね、まあ、規制が非常に少ない。そういった意味では、まあ、香港の役割はやっぱりまだ重要だね。その理由はやっぱり中国のマーケットがあまりにも大きいので、まあ、そういった意味では、まあ、香港の政治がね、傷ついても、じゃあ中国のビジネスをやめるのかっていうと、それは話は別ですねっていう側面があるんです。なので、まあ、経済は実はそんなに大きく変わってないですし、おそらく、まあ、これから先も不自由になっても香港としての機能は続いていくんだろうというふうに見ている人が多い。そういった意味では経済は一国二制度、政治は一国一制度というですね、まあ、そういった要素になっているというのが現実だと思います。一般の香港の人たちというのはそういうふうな、まあ、今政治的には大きくガラガラと変わったわけですけども、状況の変化というのを受け入れてるんですか、まあ、受け入れざるを得ないというか、どうなんでしょうか。なんか日本にいるとですね、どんどんこうみんな逃げてんじゃないとか、まあ、そんなことだったら人がいなくなるよみたいな感じがするんですけど、どうなんでしょうかね。まずね、逃げてる人、移民する人は一定程度かなりいます。これ本当あの 毎日夜キャセイパシフィックの飛行機が、まあ、英国行きの飛行機があるんですけども、これは本当毎席毎日夜になるとその英国行きの飛行機は行列ができてですね、まあ、出てくる人がいっぱい並んでいるっていう、まあ、そういう現象は一方であります。ただやはりですね、そこに外に出ていける人たちっていうのはやはり条件のいい人たち、外で生活できるだけの、まあ、経済力があって、やはり外で、生きていくための技術とか能力がある人たちですから、まあ、やはり限られるんですよね。香港の人口は750万人いますけれども、やはりその中で今のところ出ていったその BNO という英国の、まあ、移民につながる旅券がビザがあるんですけれども、それで出ていった人は、まあ、3万から4万と1ヶ月2ヶ月前に言われてましたから、やはり750万からするとやはりごくごく一部なんですよ。何を表しているかというと、やはり出て行きたくても出ていけない人っていうのが圧倒的に多いわけですね。で香港では家を買うことも大変で、基本的に、多くの人は政府が作った、まあ、団地に住んでるわけですよね。まあ、そういった人たちからするとやはり海外に行くというのはなかなか難しいわけですよ。海外で生活する。で、そうなるとですね、やはりもうこれは受け入れざるを得ないっていうような状況になってくる。みんな気持ち的には、特に民主を支持する人たち、これまで、まあ、香港が持っていた多様性だとか、まあ、民主的な手続きだとか、将来的には選挙をしたいねっていう人からすると、非常に今の状況っていうのは、まあ、嫌な世の中になったねっていう人もいますし、やっぱもう嫌だなっていう人もいますけれども、でも出ていけないので、そういう人たちにとってみればもう政治の話はしない。そういった意味ではやはり受け入れていくしかない。どんどんそれは同化していく、中国化が進んでいくということにつながっている。そういったことがやはり同時に起きています。それは非常に今お聞きしてて興味深いなと思ったんですけど、まあ、政治は不自由だけれども経済はお金儲けいくらしてもいいと、それって中国本土そのもののような、制度的にはその香港の方がいろんな資本の自由とかありますけれども、基本お金儲けする分にはいくらでもやってくださいと、でも政治に口出ししないでっていうのは中国本土と同じで、急速に本土化が進んでるってことですか。おっしゃる通りです。中国もね、実は、住んでみると、まあ、結構自由だったりするんですよね。で当然それなぜかっていうと、中国からしてみても、まあ、外国企業にはいっぱい来てほしいんですよ。たくさん投資してほしいわけです。その方がやっぱり国益になるから。なので中国も改革開放っていうような言葉を使って、まあ、どんどん皆さん来てください。
一定のルールはあるけれども皆さん自由にお金儲けしてください、ある意味市場経済が、まあ、日本よりも進んでいるところがありますから。ただ一方香港は今までそれは政治制度も司法も自由だったわけですけども、そっちはもうダメよっていう、それで同じ中国と同じように政治には一切口出す、ましてや反対したら国安法で逮捕する、でも経済は自由ですよっていう、まあ、非常に中国的になってきたということだと思いますね。もちろんおっしゃる通り、香港はそういった意味ではまだ中国と違うところがたくさんあって、一番大きいのはやはり外国為替、自由なお金の資本の移動ができるというところが一番大きいですし、あとは法人税も安ければ、投資や貿易の、まあ、規制が基本的にはない、まあ、そういった意味で、かなり自由なところは残ってますし、やっぱりそこについては残さないと、まあ、中国にとってはですね、不利になるので、お金儲けができない、利益にならない。今もやはり対中投資の 70% 近くは香港を経由してるんですよね。まあ、そういう構図になっている以上、お金の流れを止めるわけにいかないので、まあ、中国も一国二制度は守りますよ、皆さん自由ですよというふうに言って、で金融機関、香港に進出している金融機関の人たち、これは国安法施行後に取材した地元の証券会社のトップが言ってましたけど、皆さんそれを勘違いしちゃいけない、確かに国安法はね、大きく社会を変えたけれども、私たちビジネスマンは政治を語るために来てるわけじゃないんだ、私たちはお金儲けをするために来てる、中国とのビジネスをするために来てる、確かに不都合だけども、そこは政治にさえ口出しをしなければ私たちはやっていけるんだ、それだけやはり中国のマーケットが大きいんだ、シンガポールと東京とは違うんだっていうのがあります。まあ、まさしくそれが本音でしょう。まあ、中国もそこを見抜いていて、まあ、そこにだけは自由な制度を残して一国二制度ですよということを、まあ、これからも言い続けるのかと思います。いや、先ほどおっしゃってたその出てという企業がいないっていうのは、ね、非常にちょっと私も驚きを持って聞いたんですけども、メディアだと例えばニューヨークタイムズが香港の支局をですね、確か東京じゃなくてソウルに持っていくというのが結構話題になったりもしてて、そういう動きは結構あるのかなと。で、おそらく中国政府も警戒してたでしょうし、そういうことにつながってですね、で香港の経済に影響が出るのを警戒してたでしょうけど、それは思った以上にそういう影響もなくて、人として出ていってる人も少なくてというふうになると、中国の北京の狙い通りというか、思惑以上にうまくいってるという、彼らがね、もともとある程度は危機感を持ってたと思うんですけど、それ以上にうまく彼らの思い通りに回ってるってことなんですかね、今は。そうですね、ニューヨークタイムズの話は皆さん、まあ、それ注目された案件でしたけども、実はそれに続いているところがあるかというとほとんどないですね。ニューヨークタイムズはデジタル部門をソウルに移したわけですけど、まあ、一部機能は残してます、こちら。じゃあ、まあ、特にこれは報道というね、特に米中対立で非常に、まあ、最前線になってしまった、まあ、ニューヨークタイムズの案件でしたので、まあ、他のビジネスとはやはり同一してきないというか、じゃあ他のアメリカの企業がどうなっているかというところでいうと、ここ の商工会議所というのがあるんですよね、香港で、チェンバーグを含ませて、ここでやっぱりアンケートをしていて、でアンケートから出てくる内容というのは、30% から 40% は、まあ、国安法の影響で将来は撤退を考えるというような言葉が出てくるんですけれども、じゃあ具体的に撤退しているところがあるかというと、非常にそれは少ない。で、あと撤退したらどうするか、それはじゃあもう中国本土に行きます、じゃあ中国も香港もなくすんじゃなくて、やはりもうじゃあ香港できないんであれば、まあ、直接中国に行ってやりますという、まあ、そういうことを答える企業が多いんですよね。まあ、そういったとこから見て取れるように、やはり中国マーケットというのが、これはやっぱり14億の市場があって、以前は世界の工場ですけど、今はやはりそこで消費をする大消費国なんですね。まあ、そこを誰も失いたいとは思ってないので、まあ、残念ながらということではないですけど、中国からすると、中国政府からすると、まあ、その辺も完全に計算通りだと思いますし、結果も思った通りになっているので、まあ、非常に強硬な取り締まりをしているわけですけども、まあ、批判はあっても企業は出ていかない、本格的な制裁もなかなかできないというのが、まあ、見抜かれているので、なかなか止められないというのが現状ですね。
そういった話っていうのは報じられたりはするんですか？思ったよりも企業が出ていっていないねとか、さっき奥寺さんがおっしゃってた、まあ実際はそのイギリスに出ていってる人は3万人ぐらいで、行きたくても行けない人がほとんどであって、行きたいと思ってるけど、あの生活がなかなか苦しいから行けないと言ってるみたいな、そういう報道はあるんですか？それともあります、あります、あります、ええ、あります。ただまあやはり私たちもね、それはそういうことを報道していきますけれども、どうしてもやはり今起きている、リンゴ日報の誰が逮捕された、編集長が逮捕されたとか、リンゴ日報が閉鎖に追い込まれたとか、やっぱりそういう現実、今起きていることが非常にね、まあ、報じられることが多いわけですし、何万人出ていったとかですね、やはりそういう動いていることが報じられることが多いんですけれど、ただやっぱりその現実、その裏には、なかなか、出ていけない人がいるねっていうのは、まあ、数は多くないですけれども報じられています。あと経済についても同じで、ちょうど今日この後記者会見があるのは日本の、こっちの経済団体があるんですけども、日本に関して、企業はどう考えているのかっていうのをちょっと発表する機会があります。そこでもちょっと私も注目して見ていきたいと思いますね。どうなんでしょうか、日本ではですね、自民党でこの間議員連盟ができた。どういう議員連盟かっていうと、香港から逃げてくる人を日本の、金融国際都市に吸収してですね、そうやって受け皿になろうっていう、そういう、議員団体ができたということなんで、ある意味でこう、日本は今国際金融で立ち遅れちゃったと。だから、香港から出てくる金融人材で、盛り返して、上海や香港にこう、負けないような、都市に東京しようみたいな話になってるんですけど、そういうような雰囲気は地元の例えば経済界とか日本企業の中では感じられますか？香港では、まあ、東京市場に人が奪われるっていうことはあまりないですよね。ただ日本からするとそういう動きがあるの私も知ってますし、一部のね、やはり東京人材は出ていく人がやっぱりいると思うので、まあ、それは日本がそういうことをやるのは当然だと思います。ただ一方でね、香港市場なんですけれどもね、やはり実はかなり大きな規模、手強い市場だということです。少し具体的に申し上げますと、香港市場はですね、株式市場、昨年2020年は世界で2番目に IPO といって新規株式公開をした企業の、でそこが企業が資金を調達した額というやつですけれども、これは世界で2番目でした。で実は2019年までは中国のすごく大きな企業がもう上場が相次いだものですから、何年か続けて、世界1位の IPO での資金調達をした株式市場、そういった意味ではですね、例えばアリババだとか、ジンドンっていう、やっぱインターネット関連企業が、相次いで、上場したわけですけれども、そういった規模から言ってもですね、やはり非常に、世界の中でも大きな規模、成長している株式市場というのが香港ですね。そういった意味では東京、当然それを中国の勢いというのはですね、取り込みたいと思うのは当然ですけれども、実は香港市場というのは、隣にある中国の大きな規模を受けてですね、非常に元気のある市場であるという、手強い市場だということです。それだけ金融マーケットとして成長していて、IPO も多くてですね。で、イメージとしては、香港は先進国というイメージで私はいるんですけれども、はい、それでも家は持ってる人はあんまりね、割合としてはそんなに多くなくて、結構国が用意してくれたのに住んで、ね、ところに住んでる人が多いというのは、私は知らなかったので、そういうものかと思ったんですけど、例えば、分かる範囲で平均収入なり中央値、ミディアムと言われるですね、これぐらいの 年間の収入が多い人とか、なんかもしそういう数字がなければ、一般の大体じゃあ車はいくらぐらいしてて、それ買うには香港の人だとどれくらい、年収のどれくらいになるのかとか、なんかそういう思ったほど所得は高くないのかなと。例えばアメリカだったら、私少し前に調べた数字だと、家計収入のミディアム、だから中央値、多いボリュームゾーンが7万3000ドルとかって、日本円で言うと、770万とか、800万円とかですね。それ自体が今の日本の、
給与所得者の平均収入とかと比べると結構もう倍近くなってきてるんで、確か私400万円台ですよね、日本ってね。だからかなり格差がもう日本とアメリカであるなというふうに以前調べた時に思ったんですけれども、そういうところで言うと香港ってどういう。はい、そうなんですよね。香港はまあそういった意味では非常に格差があるところですよね。実は住宅事情が非常に厳しくて、750万人の人口がいるわけですけれども、まあ、そのうちの4分の1から5分の1だったと思いますが、その人たちはですね、政府が準備している公営住宅に住んでるんですね。というのはやはりあまりにも物価が、不動産価格が高すぎて家を買えない人が多いということです。例えばですね、本当ここでは日本では日本でいう35平米ぐらいですかぐらいのところに、家族3人から4人で住むのは当たり前なんですけれども、その35平米ぐらいで、普通にやっぱり1億円以上するわけですね。で、日本と同じように70平米とか80平米っていうようなマンションを買おうとすると、これ新築じゃないですよ、それと本当に2億円とかするわけです。やっぱりそれ普通の市民にはとてもじゃないけど手が出ない。例えば記憶している限りでは香港の平均所得っていうのは1万7000とか1万8000香港ドルだったと思うんです、まあ、約25万円ぐらい。あ、まあ、そういった月ですか。月です、月です、はい。なるほど。でそういう状況でやっぱり1億円の、まあ、マンションは買えないですよね、普通はね。だからそう考えると多くの人はすごく狭い、政府が準備している公営住宅っていうのは安い代わりに非常に狭いんですよね。本当30平米か40平米ぐらいしかないんですけれども、まあ、そこに3人4人が普通住むっていうのは、まあ、香港では当たり前ですね。ね、先ほどその公営住宅は月1万円とか2万円とかなんですか。1000とかだから、まあ、2万円から3万円ぐらいじゃないでしょうかね。でもそうすると本来1億円ぐらいの物件が2万3万円だと入れないですから、そこはすごく大きい格差ですよね。それを政府が提供してくれるってことは、やっぱり政府に対して依存している人がすごく多いっていうことですよね。不動産価格がもうどん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 上がってしまっていて、一方でこの香港経済っていうのはある意味その不動産と株式市場で持っているっていうところも非常に多いので、まあこの投資が過熱していることについてもやっぱり政府もまあ、止めることはなかなか難しいと。ですが同時にやっぱり香港での最大の、まあ、社会問題の一つというのは住宅問題なんですよね、うん、やはりもうとてもじゃないけど家が買えない、とてもじゃないけど普通のね30平米40平米の家を借りるのにやっぱり15万とか20万とかするわけですよ。まああまりにも高すぎるっていうところで、やっぱりその住宅問題をなんとかしなきゃいけないっていうのが大きな問題、うん、だからまあ政府は本当40階建てとか50階建てぐらいのすっごく大きな公営住宅を作って、まあ、そこになるべく所得水準がそこまでない人たちに住んでもらえるような状態を作っているという、まあ、それが住宅政策ですね。先ほどね、香港に入ってくる一つの理由として教育がいいという話をされてましたよね、はい、だけど20万円はそこらでもって、それで、まあ言ってみりゃ賃貸住宅に入っている人たちが子供をいい教育を受けさせることができるんですか。まずですね、香港も、まあ、皆さんがよく知っている香港島のど真ん中っていうところはもちろんさらに高いですけれども、あとはカオルン半島のですね、やっぱり中国に近づく付け根の方っていうのは、まあ、いわゆる中心部よりはまだやはり、比較的値段が抑えられている地域があるんですよね、まあ、ニューテリトリーっていう地域なんですけども、まあ、特にそこなどは中国から入ってきた新しい移民、新移民の人たちだとか、あとやはり、所得が、まあ、さほど大きくない多くない人たちっていうのもそういうところに住んでる場合が多い。あとやはり公立学校はですね、まあ、教育はある程度平等に受けられるような仕組みにはなっているんですよね。だからそういった意味では、まあ、学校制度っていうのは今まで、まあ、本土とは違って、いろんな多様な見方ができる、
教育っていうのが、まあ、これまで香港とかあったわけです。具体的に言うと、まあ、高校ではリベラルスタディって言って、まあ、通識、通る知識の知識、知識の知識と書くんですけれども、リベラルスタディだと、それこそ一つの物事に対して、右から見て、左から見て、例えば一帯一路だと、中国政府は、これはやはり、ヨーロッパと結ぶ重要な投資の手段であり、世界からお金を集める手段だと言うけれども、一方で地元ではもうあまり経済効果がないだとかですね、または世界からは脅威論に移っているだとか、まあ、そういった見方があるけど、あなたはどう思いますかっていうような、やっぱり両方の見方から議論するようなやり方を香港ではやるわけですけども、例えばそれがですね、まあ、今の国安法では、今のリベラルスタディは、まあ、なくなるわけなんですね。まあ、そういった意味では教育も変わってきてはいるんですけれども、そうは言いながらも、やはり本土によりはですね、やはりいろんな教育の機会があって、レベルも高いというふうに見ている人が多いので、まあ、移民してくる人たちも多い。いや、今おっしゃったところ非常に大きなポイントじゃないかと思うんですけども、そういうリベラルスタディみたいなものっていうのは、まあ、ある意味で英米的な発想ですよね。そうですね。そういうふうなことが、まあ、いろんな香港の自由な発想からビジネスを生んでると思うんだけども、まあ、こういうふうな国安法的な締め付けで規制が強化されてくると、そういう発想自身長期的に見ると抑えられていく。それはやはり香港とか、まあ、中国の目指す新たなこう息吹みたいなものをですね、こう必束させていくんじゃないか。まあこのシリーズでも盛んにアリババの問題に対する介入とかですね、いろいろありましたけど、こういう政治と経済の自由は別だよって言いながら政治的自由をこう締め付けていくと、経済的なそのフレキシビリティとか自由な発想ができなくなって、長期的にはだんだんこう経済的な衰退が起きていくっていうことには、そういう懸念ってのは出てないんでしょうかね。いや、ありますよ。長期的にはやはり大きな影響が出るっていう見ている人は多い。特に今教育の部分ですけれども、やはり香港の人たちの、特にやはりまあ所得の高い人が中心ですけれども、まあ自分の子供たちにはもう香港で教育を受けさせたくないっていう人がやっぱり一定通りいるんですよね。そういう人たちは子供を海外に留学も早めに出させるっていうことをやってますし、まあ、家族と一緒にもう移民するっていう人たちもいます。特に香港で名門高校とか名門中学、まあ、中高一貫が多いんですけれども、そういうところからですね、退学者が非常に増えている、要は優秀な人ほど外に行くっていう傾向が、まあ、見て取れるんですよね。で、決意になってきたので生徒を新たに募集するっていう募集広告を出したりとかですね、まあ、そういったことも起きてます。なるほど。いや、ちょっと非常に興味深い点なので私もちょっとお聞きしたいんですけど、はいはい、中国のじゃあ本土でもいいですけど一番のお金持ちや力のある人は子どもたちをどういう教育にしてるんですかね。まずは香港に出す、そうでなくてもっとお金がある人はアメリカとか、まあ、香港からカナダに行くケースも結構多いと思いますけれども、に出すということなんですかね。なぜかというと、私がいるシリコンバレーだと、中国の人がすごく多いんですよね。で、じゃあ私の近所でも20件ぐらいある中で、中国系はこの前見たら6件とか7件とか、それぐらい中国系だったりするんですよ。で、それはもともとアメリカにいる中国人の人もいますけど、結構北京から来てるとかですね、やっぱり、中国の、ね、教育だけじゃなくてこっちの教育を受けさせたいということ で例えばそのシリコンバレーの中心でその住宅価格を結構支えているのは中国系だったりするんですよね。で結構ですね、まあ、4ミリオンだから4億円とか5億円とか6億円とか、まあ、それぐらいの物件を買ってとかいうことをやってるわけですよね。でまあ、かなりそういう動きが、まあ、数年前まで多くて、その後ちょっと規制されてなかなかできなくなったということもこっちの中国系のブロガーに聞くと言ってたんですけれども、そうすると一種のヒエラルキー構造みたいなのが中国の中にもあって、一番お金ある人はそういうシリコンバレーの中心とかそういうところに行って家族ごと行ったりしていて、で一方で香港に行く人もいるし、どうね、いろんな過去に中国人、はい、中国の
あの高架の不正があった時も子どもは海外で教育を受けさせていて蓄財をものすごい何千億円も送ってたとかそういう報道が結構あったじゃないですか。だから、はいはい、中国のその一番力のある人たちの行動様式、まあね、習近平国家主席の娘ですね、もうハーバード行ったりとかしてましたよね。そこどういうふうになってるんですかね。はい、もう中国の国内でいうとやはりみんな海外で、まあ、子どもですね海外で教育を受けさせたいという人が非常に多いんですよね。でこれはかつてはやっぱお金持ちから始まりましたけど もう今は普通の中流階級の人たち、中流というか、まあ、まあ普通ぐらいの人たちもですね特に都市部の家庭は、ごくごく普通に海外に留学に出す。でこれは香港、アメリカ、英国、オーストラリア、カナダ、いろいろありますけども、別にそれはどこから上っていうわけではなくてですね、まあ、香港はそのうちの一つの選択肢であって、まあ、やはり直接アメリカに行ったり、特にオーストラリアとかカナダっていうのは、やっぱり中国と、まあ、留学に出るの多いわけですけれども、いろんなところに、世界に散らばってます。で、これは本当に一人っ子でしたから、多くの中国の家庭は一人っ子、今はまあ3人までとなりましたけども、まあ出て、今、学生をね、18歳とかの人たちっていうのは、まあ一人っ子世代がですし、一人っ子がほとんどですから、まあそこに非常にお金をかけるわけですね。で中国は貯蓄率が非常に高いので、まあ親だけじゃなくて、おじいさん、おばあさん、ね、これは両方いますよね。だから6人が、子供に、まあ、一挙にお金をかけるっていう構図が、まあ、ずっと続いているわけですけれど、そういった意味ではもう普通の家庭でも海外で、留学して、まあ、中国に戻ってくる人もいれば、また香港に戻ってきて、で香港で私が知り合う中国の人なんかっていうのは中国で生まれてオーストラリア英国で勉強してで香港で仕事をするみたいな人も多いですし、だからそういった意味ではですね、やっぱ本当、まあ、人口も多いですし実際お金持ってる人も多いので、まあ、存在感が大きいんでしょうね、外ではね。なるほどね。いや、そろそろ時間になっちゃったんで、まあ、いろいろ積み残した話もありますが、今日は少し香港のことを改めてですね、なんとなく僕たち政治的な動きがあると追っかけていくんだけども、人々はどんな暮らしをしているのかなっていうところが、そのリアリティが欠けているところがあったと思います。でも今日はその辺で、いや、まだ、奥寺さん書かなきゃいけないことたくさんあるなと改めて思いましたね、本当に。じゃあ時間になったんで今日はこの辺にしたいと思いますが、引き続き、この、米中の狭間どうする日本っていうのを考えていきたいと思います。今日はお二人ありがとうございました。ありがとうございました。